日本がとうとう和製トマホークの開発を終えたみたいだよ。隣国からの圧力が強まってるからな。日本独自の防衛兵器の開発も必要だよな。それじゃあその和製トマホークってやつが完成したってことなんだな。この和製トマホークの完成で隣国から舐められることもなくなるだろうか？今現在の日本を取り巻く環境を見てみると、中国からの軍事的な圧力が日増しに高まっていってるだろ。そうだよな。いつ何かの小さなきっかけで有事に発展するかわからない状態だよな。ほんとだよ。尖閣諸島や南西諸島なんかは日本が我慢しているから、まだ大事にはなってないだけだもんね。尖閣諸島周辺には中国海警局の艦艇群が領海侵犯を繰り返していて、既成事実を作ってしまえばこっちのもんだとばかりに横暴な侵犯行為を繰り返している。ここまでやられても、日本が専守防衛を掲げてる以上、中国の横暴な行為はもちろん、竹島を不法に占拠する韓国に対しても、軍事的な圧力をかけて強制排除することもできず、北朝鮮からは頻繁に日本海にミサイルを撃ち込まれてる。なんとかこの状況を打破するべく、日本が考えている圧力がこの和製トマホークの開発と言われてるんだ。この兵器の開発で隣国との関係性が少しでも改善されればいいんだがな。それじゃあ今回は、この和製トマホークの完成により隣国との関係性は変わるのか？それとこの兵器の性能を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年12月に、防衛省が陸上自衛隊の国産地上発射型ミサイル、12式地対艦誘導弾の改良に入ることを明言したんだよ。この改良によって、いい幅に射程が伸びて、敵の射程圏外から、艦艇などを攻撃することができるようになるみたいなんだ。もしも有事が起きた場合、相手国内にある基地に先制攻撃を仕掛けることもできるようなんだよ。でも日本は、先制攻撃はできないんだよな。ここ最近、基地攻撃能力を持つべきか、持たざるべきかの議論が政治の舞台では上がっているんだ。基地を攻撃することは専守防衛に違反することになるんじゃないか？という反対意見も多く出てきてるようなんだ。まだそんなこと言ってる人たちがいるんだね。基地攻撃能力といっても日本から一方的に先制攻撃するってことじゃないんだよね。そうだよね。ここで言う敵基地攻撃能力は、日本の領土や日本国民が危機にさらされたって時に攻撃されてから反撃ではなく、敵の攻撃を防ぐために敵の基地を攻撃し、未然に防ぐという意味だと思うんだけどね。まあ一部だが、隣国寄りの人たちもいるからな。反対してる人たちはその辺の人たちなんだろ。それじゃあここからは、12式地対艦誘導弾について見ていこうか。12式地対艦誘導弾は、地上の移動式発射台から発射することを前提に設計されていて、海上に航行している敵の艦艇などに攻撃をするために、2012年に陸上自衛隊により採用されたんだ。現行の射程距離は最長で200キロとなっていて、日本国内では陸上自衛隊駐屯地などに配備されてるんだ。この最大射程200キロをさらに伸ばしていこうということなんだな。うん、2020年に12式地対艦誘導弾の射程距離をさらに伸ばすことになり、日本政府は2021年度の予算案に開発費として335億円を計上したそうなんだ。335億円、すごいね。どうだろう？ミサイル開発費としては安い方だと思うよ。金額だけ聞くとびっくりするけどね。目標としている射程は公表されてないんだけど、一部関係者の話では、900キロから1500キロが目標だそうだよ。すでに2021年から試作が開始されていて、射程を伸ばすだけの改良だけじゃなく、移動する目標を狙えるように衛星経由のミサイル誘導機能や、敵のレーダーに探知されにくくするステルス性能も搭載するらしくて、短距離でも長距離でも万能に使えるミサイルの開発を目指してるんだ。やっぱりこのミサイル開発は、中国の海洋侵犯への防衛策なのか？もちろんそれもあるだろうけど、隣国を見てみると大半の国は自国にミサイルを配備してるよね。日本をいつでも攻撃できる体制はできてるってことだ。北朝鮮は、中距離弾道ミサイルなど日本を射程内に収める弾道ミサイルを、多数保有していると言われている。ここ数年で開発を進めている潜水艦発射弾道ミサイルは、日本全域を射程圏内に収めているそうなんだ。さらに超音速ミサイルの開発も進められていて、2022年に入って何度も発射実験を繰り返している。もうほぼ完成しているということなんだろうね。そうだよ、中国だけじゃないじゃん。一番イカれた国がいたんだよ。本当に何考えてるかわかんない国だから、いつ日本本土にミサイル撃ってくるかわかんないもんね。そして中国だね。アメリカの調査によると、
2019年の時点で射程500から5500キロの地上発射型ミサイルを1000発以上保有していて、その中には空母キラーと呼ばれる中距離弾道ミサイル、東風26が多く含まれてるんだよ。北朝鮮、中国のミサイルのことを考えると当然日本は攻撃されないように、敵側よりも強力で高性能なミサイルを保持するべきだよな。そうだね、日本だけが兵器を持つことを批判される時代はもう終わったと思うよ。実際に政府与党内でも射程の長いミサイルを日本も持つべきだという意見が多く出ているんだ。専守防衛を掲げてるからもちろん先制攻撃は仕掛けないし侵略行為もしない。しかし日本国土を攻撃するならばこちらも徹底的に戦うという姿勢は持つべきだと思うんだよね。防衛省もミサイルの長射程化は前向きに検討しているようで、航空自衛隊 F-15 戦闘機に外国製の長距離ミサイルを搭載可能とする改修に向けて、動いていて現在アメリカと協議を進めているそうなんだ。でも、コスト面が莫大になるみたいで実施は大幅に遅れてるんだ。なんだよ、防衛のためなんだから多少のコストは目をつぶれよな。だからこそ、国産の地対空ミサイルなんだよ。アメリカの言いなりでお金を莫大に取られることもなく、短期間で低コストで搭載できる国産の長距離ミサイルの開発が急がれてるんだ。どの国も兵器開発を進めていて、いつでも有事に備えてる状況だもんね。どの国よりも優れた兵器を開発することが抑止力になってるのは間違いないよね。うん、その通りで日本が想定通りの位置に一式地対艦誘導弾を開発できれば、相手国領土にあるミサイル発射基地や滑走路などを攻撃することができる。自民党のある閣僚経験者は、日本は基地攻撃能力を持っている。とあえて宣言する必要はない。その気になればいつでも相手基地を攻撃できる能力を周りに知らしめることで高い牽制力になる、と語っているんだ。まさに正論だと思うぜ。どこかの国みたいに軍事力をひけらかすようなことはしなくても、そっちがその気ならこっちも、って姿勢が大事ってことだよな。今のような状況下で日本は核兵器も持たず、ミサイルも持たずでは隣国が簡単に侵攻してきて、あっという間に日本はなくなるだろうからね。そんなことが起きてからでは遅いよね。もしどこかの国が日本に攻めてきたら、という状況を、常に想定して構えておく必要があるよね。アメリカが守ってくれるんじゃ？と思ってる人も未だにいるみたいだけど、アフガニスタン撤退のことを見てわかるように、アメリカは正直、自国の利益しか考えていない。最初は日本を守ろうとしても、戦いが不利になったり自国のためにならないと思えば、簡単に手を引くということも考えておかないといけないよね。日本の防衛費は2020年度では国民1人当たり4万円と言われているんだ。これが高いと思うかい？同じ基準で他国と比べてみるとアメリカは1人当たり22万円、オーストラリア、韓国でも1人当たり12万円。これを見てもわかるように日本の防衛費は他国と比べても圧倒的に安いんだよね。でもよ、中国や韓国から日本は軍事国家化しつつあるとたびたび批判を受けるよな。国民一人当たりの軍事費を見ればこの批判は完全に的外れだな。日本が少ない予算でも持ち前の技術力で、高性能な兵器を開発するのが気に食わないんでしょ。単純に日本が強くなるのは困るってことなんだろうね。今回紹介した人に一式地対艦誘導弾を中国本土まで到達できるように改良し、南西諸島や九州あたりに多数配備することで、たとえ核兵器を保有してなくてもかなりの抑止力にはなるんじゃないかな。平和な日本を守るために、自衛隊も兵器開発も必要なことなんだ。それでも、反対する人たちは逆に中国や北朝鮮から、武器や自衛隊なしに国土や国民を守るのか聞いてみたいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ雑学の時間だね。今日も勉強させてもらうよ。女性の勘が鋭くて当たりやすいって思ったことない？あ、あるぜ。なぜ女性の勘が鋭くて当たりやすいかって説明するね。女性は一般的に男性と比べて勘が鋭いってよく言われるよね。男性は女性に浮気をされていても気づかないことが多いけど、女性は勘で男性の浮気や不倫を見抜くこともあるんだよ。なぜ女性の勘が男性と比べて優れているのか考えたことはある？それは男性と女性の嘘をついた時の行動の違いによるものだそうなんだ。男性は嘘をつく時に相手から目をそらす傾向があるようなんだ。男性の場合は、嘘をついていることがバレてしまうのではというプレッシャーや罪悪感に耐えきれず、つい目線をそらしてしまうんじゃないかな。しかし女性の場合はその真逆で、相手の目をしっかりと見て話すそうなんだ。心理面では女性も男性と同じ状態になっているんだけど、嘘をついているという不安のあまり、相手から目が離せなくなっているからなんだ。大丈夫かな？バレてないかな？
と相手のことを観察してしまい、つい相手に目線が行ってしまうんだ。このように、男性と女性とでは嘘をつく時の行動が違うため、一般的に男性の嘘の方がバレやすいと言われているそうなんだ。一般的には女性の方が勘が鋭く、男性の浮気をすぐに見破ってしまうと言われてるんだ。これは女性が男性に比べて、観察力が優れているからだと考えられているんだ。女性には男性の4倍の観察力があるという見解もあるそうだよ。女性の脳は、右脳と左脳をつなぐ脳量が太いため、見たり聞いたりした情報を右脳と左脳を同時に使って処理できると考えられている。左脳は物事を推理する能力や、相手の話の辻褄が合っているか考える論理力、時間や数値の計算力などに長けている。一方、右脳は色や形の見分け、記憶力、直感力に長けているので、過去の場面との食い違いや、なんとなく様子がおかしい、といったことを見つけることにつながる。女性はこれらの両方の面を同時に働かせることができるため、観察力が優れているのかもしれないね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。2021年7月現在、世界中でロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2がアメリカの同盟国や友好国を中心に調達が進められていて、その市場をすでに独占していると言っても過言ではない状態だよ。比較的平和な時代とはいえ、ロッキード社は大儲けだな。軍事力の増強は平和な時代でも需要があるってことだね。むしろ平和な時代だからこそ、今のうちに軍備増強をするんだろうな。どれほど平和な時代が訪れても、兵器がこの世からなくなることはないんだよね。平和は戦争の形態が変化したものでしかないからね。哲学的な意見だな。ちなみにそれは何のアニメのセリフなんだ？これは僕の個人的な意見だよ。何でもかんでもアニメに結びつけるのやめてもらっていいですか？まさかお前からそんなセリフを言われるとはな。さてさて、そろそろ本題に入ろうよ。今回は冒頭の通り、F-35 ライトニング2についてだよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2の製造数は、2020年までに全世界合計で5000機を超えることができると、ロッキード・マーチン社の一人勝ち状態がたびたびとピックに上がるほどだったんだよね。日本の航空自衛隊でも F-35 ライトニング2の通常滑走路使用の A 型を100日、短距離離陸垂直着陸が可能な B 型の40日、合計147機の調達を進められており、世界でも有数の保有国の仲間入りを果たしたぜ。これに並行して日本では F-35 ライトニング2専用施設の設置も実現化されており、愛知県にある三菱重工業の小牧南工業がアジア唯一の FACO と呼ばれる同期の最終組み立てを担う民家を2015年末に取得しているんだよな。FACO が設置されたことにより航空自衛隊の F-35 ライトニング2は最終組み立てを日本国内で行えることになり、アメリカから完成品の輸入という位置づけからさらに、一歩踏み込んだ対応を行えるものとして多数のメディアから注目を集めているよ。さらに三菱重工業の小牧南工場は、この FACO にとどまらず MRO&U と呼ばれるアジア太平洋地域の国際整備拠点としての認可も取得し兼備することとなり、これによって今後必須となる F-35 ライトニング2の重整備を自国内で可能にする体制が万全となっているんだ。F-35 ライトニング2戦闘機は、ベースとなるソフトウェアの更新をしなければ、能力をアップデートさせることができないようになっているため、結局のところ米国思想に基づいたものなんだよね。この戦闘機を持っている限りアメリカの友好国であり犬でもあり、裏切ってしまったらプログラミングをいじられる可能性だってあるということだね。うがった見方をすればそうなるな。ワンワン、当然 F-35 ライトニング2の FACO や MRO&U は軍事機密の巣窟となっている動機を詳細にわたって取り扱うことから、その設置場所や数は極めて制限されており、厳格なアメリカ側の言うことを聞いてくれて認可を得た国のみが持つことができるんだ。日本という国がそれだけアメリカに信頼されているってことにもなるよね。悪く言えばさっき言ったように言いなりとも取れるがな。具体的には FACO は本国アメリカとヨーロッパにはイタリア、そしてアジアとして日本という世界でも3カ所しか現在までのところ認可されておらず、近隣の周辺国もこれら3カ所の工場を得て F-35 ライトニング2を調達しなければならないという規定ができたよ。また MRO&U に関してもこれらアメリカ、イタリア、日本にオーストラリアを加えた世界で4カ所のみとなっており、
今後も随時発生してくる F-35 ライトニング2のアップデートをこれらのいずれかで受けることが必須となっているんだ。これらの FACO や MRO&U の工場が今後も増設されるかどうかは未だ不明だが、2020年の新型コロナウイルスの流行以降は軍事予算を転用する国も増えたため、F-35 ライトニング2自体の調達数が減少傾向に転じているという現状だね。そういった経営化や現時点での新拠点工場への増設の可能性は極めて低いと見るのが、一般的な解釈だが、そうした流れに政治的な意味合いから逆行する姿勢を明らかにしている国も存在しているぜ。大体想像できるけど、それってどこの国なの？想像通り、それがお隣の韓国であり、同国は2021年3月時点で F-35 ライトニング2の A 型を40機、B 型を20機の最大で60機の調達計画が挙げているけど、最短距離にある日本の MRO&U 工場の利用を拒否する姿勢なんだ。一見友好国のように見える韓国が日本の MRO&U 工場利用に難色を示している理由は、まず同国が先般企業と断罪する三菱重工業が運営していることに付け加えて、自国の最新鋭戦闘機を仮想敵国視する国に預けられるわけがないと判断したからだろうね。あの国は日本に対して変なプライドがあるからね。当の韓国政府としては、国内でも反対世論の声が大きい現状を無視して、日本の MRO&U 工場利用を推進するという決断はできず、従来から費用がかさんでしまうオーストラリアでの実施置きとして話を進めていたと見られているよ。2020年7月に NHK が日本の MRO&U 工場での F-35 ライトニング2の重整備の対象とされるのは、航空自衛及び在日在韓米軍そして韓国空軍の同期だと報じたことに、即座に韓国が異論を唱えてきたことで明らかになったんだ。しかし韓国も国内世論への影響を考慮したゆえの判断であり、軍事的合理性を著しく欠いているのら理解していても日本の MRO&U 工場にだけは、自国の F-35 ライトニング2を持ち込むことができないという意思表示なんだよな。ちなみに韓国が想定するオーストラリアに戦闘機を持っていった場合、ウィリアムズタウンにある MRO&U 工場までは約 8500km もの距離があり、航続距離の短い F-35 ライトニング2が到達するのに3日もかかると見積もられるぜ。非合理的が過ぎるよね。まあ日本に持ち込まれて、いろいろ難癖つけられるよりいいけどさ。単純計算で往復には最低でも6日以上の日数が必要となってしまい、軍事的な効率の観点から見てもかなり現実性も低いし、自国の軍事力を一時的にもダウンさせてしまう計画だということが素人目にも明らかな状況となってしまっているよね。このような現状から韓国が自らの費用で自国の F-35 ライトニング2のみの整備拠点の建設をするという、わがままなことを言っているらしいよ。これも非合理的だよな。もし仮に自国に整備拠点を設置したとしても、利用するのら韓国くらいだよ。なんたってすぐそばには我らが日本の整備拠点があるんだからね。こっちの方が安心安全、丁寧な仕事をすることは目に見えているもん。こうなった場合、オーストラリアに設置されている MRO&U 工場と同様の仕様で建設すれば、2050年前後までに必要となる金額は約750億円以上になるとも試算されているとも伝えられるのだが、韓国はその条件を飲むことができるのかな？初期費用や付帯費用がかさんでしまうため F-35 ライトニング2機あたりの単価を算出することは困難だが、日本の場合でも約120億円前後かかっており、これで算出すると6機分相当の値段がかかることになるんだ。この金額を高額と見るか妥当と見るかは、最終的には韓国政府が判断を下すしかないが、個人的には北朝鮮や中国に地理的政治的に近い韓国に、そうした選択肢を与えることには疑問しか湧いてこないんだよね。この韓国のラガママをアメリカがどのように汲み取って合意するのか断固として許さないのか行く末が楽しみだよな。お金を積まれたからといって許してしまうアメリカであれば、それはそれで世界的に非難を浴びることになるだろうし、許さなければ韓国の嫌がらせが増えることになるだろうな。一番良いのは韓国がオーストラリアまで往復してお金を落としていって自分の首を絞めて、首が回らなくなって仕方なく日本に依頼するというストーリーになることかな。まあでもさっき言っていたように、難癖や言いがかりをつけられるくらいならお断りだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。潜水艦といえばスナイパーの一面がある戦闘兵器だけど、その価値がより高まったのは核弾頭搭載型ミサイルを発射できる戦略型潜水艦の登場が契機となったよ。
戦略型潜水艦は、原子力を動力にすることで半永久的に航行が可能となり、その結果海があるところであればどこへでも隠密に行動し、敵国の喉元へ核兵器を突きつけることができるからな。まさに究極の抑止力としての効果を発揮するようになったよね。ちなみに、潜水艦にはかなりの隠密性が求められていることは周知の事実だと思うが、その他にも洋上での充電を行わずに済む能力ステルス性など、様々な能力が求められる兵器でもあり、世界各国はその開発にしのぎを削っているのも事実だぜ。特に、世界唯一の軍事大国となったアメリカが、自国では成し遂げられなかった高性能の開発を成し遂げた国として挙げたのは日本なんだよね。日本は、アメリカが我が国も撃ってほしいと懇願したとも言われるほど、高性能の潜水艦を開発することに成功しているんだよな。そうみたいだね。今回は、アメリカすら羨む日本の最新鋭潜水艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。遡ること2020年3月5日、兵庫県神戸市の三菱重工業神戸工場にて海上自衛隊の新潜水艦OUの引き渡し式が開かれたよ。海上自衛隊の主力潜水艦ソユーズ型の11番艦であるOUは、潜水艦の動力としては世界初のリチウムイオン蓄電池搭載の通常動力型潜水艦として就役したんだ。リチウムイオン電池、と言われてもピンとこないかもしれないけど、単純に言えばスマホの充電池とほぼ同じようなものですと聞けば、みんなもわかりやすいんじゃないかな。ソユーズ型は世界最大のディーゼル潜水艦で、低振動で静粛性に優れ、世界有数の高性能艦としてアメリカをはじめとする各国から注目を集めているよ。そして、今回のOUからは、長時間潜航可能な、非待機依存推進 AIP 機関を海上自衛隊の潜水艦として初めて搭載することになったんだ。外気を必要としない AIP は、いくつかの方式があるんだけど、ソユーズ型10番艦の昇竜までは水中の航続時間を伸ばすためにスターリングエンジンを搭載していたんだよね。スターリングエンジンを導入することで、海上自衛隊の潜水艦は長時間の潜航能力に秀でる性能を持つことになったってわけ。でも、これだけ優秀なスターリングエンジンをあえて捨て、最新鋭潜水艦にリチウムイオン電池がなぜ搭載されたのかな？もちろん、捨てたのではなくより性能のいいものを求めた結果ではあるんだけど、ここで現在の海上自衛隊の潜水艦の状況について、詳しく見てみようか。2022年現在、海上自衛隊の最新鋭潜水艦大芸型以外で、リチウムイオン蓄電池を搭載して収益済みなのはソユーズ型潜水艦の11番艦オーユークレキチ所属第1潜水隊軍第3潜水隊と、12番艦東流横須賀基地所属第2潜水隊軍第6潜水隊の2隻となっているよ。ソユーズ型潜水艦の所言で分かっているのは全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦ということであり、10番艦昇竜までは非待機依存推進 AIP 対応のスターリングエンジンを搭載していたことは明らかになっているんだ。実はソユーズ型潜水艦の建造にあたって、当初の計画では潜航中動力としてリチウムイオンなどの燃料電池の搭載が検討されていたことは、一般的にはあまり知られていなかったんだよね。この時に検討されていた燃料電池は、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことで、通常の乾電池などを指す二次電池と違い、様々な燃料を補充することで永続的に発電可能かつ発電効率の高い電池として各方面で研究が進められていたものだったんだ。防衛省傘下の防衛装備庁では、当初ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討したんだけも、使用される水銀が大量に必要であったため断念し、酸素及び水素型電池の開発に舵を切り直したよ。でも、下記厳禁の取り扱いを要する酸素や水素を潜水艦内部に搭載することの懸念があり、結局ソユーズ型潜水艦には AIP スターリングエンジンの搭載を決定し、当時の技術研究本部ではその後を見据えて、水面下で次世代潜水艦用蓄電池となるリチウムイオン蓄電池の開発を進めていたってわけ。そして、その開発の成果が実り、OU以降の潜水艦には、リチウムイオン蓄電池を動力とした機関を採用することになったわけなんだ。ちなみに、リチウムイオン蓄電池のメリットは、鉛蓄電池の欠点であった水素ガスの発生がゼロあることや、エネルギー密度が2倍以上かつ 1.5 倍以上の繰り返し充放電回数ができるようになること、おまけに充電時間も短いことから、長期間海中で任務を遂行する潜水艦として優れた特性を発揮することができると判断されたことにあるぜ。海上自衛隊としては、リチウムイオン蓄電池をソユーズ型の5番艦随遊から搭載したい意向ではあったが、別関係の大芸型から搭載することに計画を変更しつつも、結局は前とした11番艦オーユーから搭載されることになったんだよな。そうそう。
これは、中国などの軍事的脅威に対抗するために性能の高い潜水艦の配備が急務であったことなど、様々な事情があったためだね。中国から言わせれば、こんな潜水艦がいきなり上海の沖合に現れて攻撃でも仕掛けられては、たまったものではないもんね。そうだね。さて、リチウムイオン蓄電池を搭載するにあたり、そういう型のスターリング AIP 機関は踏襲され、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法、あるいはスターリング AIP システムも含めてリチウムイオン蓄電池と置き換える方法の2つが検討されたんだ。相互比較した結果、後者のプランの方が、コストは高くなるが水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなると判断され採用に至ったみたい。ちなみに、リチウムイオン蓄電池を採用することによって高性能になったと思われがちだが、実際のところスターリング AIP システム搭載艦と比較すると時空間力が8000馬力から5600馬力に落ちているんだよな。とはいえ、潜水艦は馬力が勝負の兵器ではないからな。そうだね。他の総流型潜水艦と比べて、欧遊投遊は水中における最大速力が、20ノット時速 37km から18ノット時速 33km に低下しているのは事実なんだけど、問題はその速力の持続力にあるんだよね。以前の総流型潜水艦の場合、搭載している鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は意外と短くなっており、10番艦までは最高出力20ノットを維持できる時間はなんと5分間であり、連続潜航時の水中最高速度は16ノットまでしか出せないんだ。一方、欧遊投遊のリチウムイオン蓄電池ならば、長時間にわたり持続して高出力を発揮することができるため、最高出力18ノットを数十分維持することが可能な能力を持つことになったってわけだ。さらに、連続潜航時間が10番艦までは2週間だったものが1ヶ月に伸びていることなど、航続距離や潜水時間についてもかなりの性能アップがなされているんだぜ。また、充電に必要なシュノーケル航行時間も格段に改善されているみたいだよ。以前の総流型で採用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式では、フル充電のためにシュノーケル航行時間が5から7時間は必要だったけど、リチウムイオン蓄電池は急速充電により2から3時間でフル充電が可能なため、シュノーケル航行時間が大幅に短縮され、敵から発見されるリスクが軽減されたんだ。そう考えると、欧遊投遊になっていこう。潜水艦としての総合的な能力は格段にアップしたと言っても過言じゃないね。さて、日本がここまで潜水艦の能力向上にこだわるのは、やはりシーレーン防衛のためであることは間違いないだろうね。資源のない島国である日本にとって、海上輸送の確保は国が生き延びるために必須であり、現に過去の戦争ではこのシーレーンを防衛することができなかったことで、結果的に敗戦したと言っても過言ではないよ。そして、シーレーンの防衛に欠かせないのはサイレントサービスとも呼称される潜水艦の存在だね。潜水艦は、その隠密性から商業船舶を攻撃するために必須の監視と言えるが、敵国の潜水艦の活動を阻害するためには、潜水艦を持って制することも必要なんだよな。そして、潜水艦はその隠密性から相手の目と鼻の先まで知られぬように侵入することができるよ。核弾頭ミサイルを装備した潜水艦が、ある日いきなり自国の周辺に現れ、察知されることなくそれを発射することができたらって考えるだけで、どこの国でも恐怖に駆られることは間違いないよね。本当だよね。潜水艦には、そういう隠密ゆえの恐怖という一面があるもんね。もちろん、非核三原則を持つ日本が自国の潜水艦に核弾頭ミサイルを装備することなど、絶対にありえないよ。ただ、絶対とは言い切れなくなっている実情ではある、と思うぜ。なら安心だと、中国や北朝鮮、それにロシアが思うかといえば、そうではないだろうしな。彼らが恐れていることは、日本の技術の結晶である潜水艦をアメリカや同盟国が購入することだよね。ああ、特にクアッドで親密さを深めているオーストラリアは、日本の潜水艦の購入を真剣に検討していたこともあり、アメリカも潜水艦隊の司令官が実際に欧遊に乗艦するなどして、興味があることを隠そうとはしていないからな。このように、アメリカをもうならせる日本の潜水艦技術だけど、現状では効果的な抑止力としての活用が大いに期待されているよ。特に昨今は、中国やロシアの G 行動が盛んに行われていることから、それらに対する明確な対抗策として、欧遊などの潜水艦の活躍が、日本の領土防衛につながるものと考えられるよね。それじゃあ今回はこの辺で。いつも見てくれてありがとう。よかったら、チャンネル登録してね。みんな、コロナが落ち着いてきて油断してるけど気をつけてくれよ。マスクもだけど中国にも油断しないでほしいね。大丈夫だよ。僕たちの視聴者を信じようよ。そうだね。なら今日の動画は終わりだよ。